まこなこです。今回はトロピコ6の攻略のコツをいくつかやっていこうかなと、ざっくばらんにやっていきますのでまとまってはないんですが、もし参考になるところがあれば幸いです。ではまずお金絡みやっていきましょうか。お金に関してはもう何を作るかによって変わってしまいます。また時代によっても変わってきますが、基本的には後の方の時代になって作れるものを作っていく。そしてその間に、 もし中間素材が必要であるならばそれも作っていくようなことをやっていくことになります最終的には大体この電子関連の工場または自動車工場ビークルファクトリーこの辺りになるのかなファッションとかその辺りジュース会社そうしたものも良いんですけれどもなかなかお金の面で大きく稼げない傾向もあると思いますのでやはりこの辺り 自動車と、そして電子関連の工場、このあたり、また製薬会社もなんとかやっていけるのかなと、まあ、そのあたり狙ってやっていくと良いと思います。で、それを作るには当然中間素材が必要になって、まあ、鉄とか、まあ、スティール、鋼かな、あとラバー、ゴムとかが必要になるので、ならばスティールを作りましょうと、で、スティーム作るんであれば、コールとアイアンが必要になる、石炭と鉄が必要になるのでという感じで、徐々に遡って、 どういったものがこの拠点で作れるかを確認しながらやっていく必要があります。リソースで大体ざっくりとね、アイアンがどこにあるかとか、こういうのを見て、あまり遠くまで行かないと得られないんであれば、最初はそばから得られる資源を有効に活用するような施設を作っていくのも良いと思います。最終的にはね、最後の方を作れば何とかなりますよという話になる。で、その時に何を優先するか、電子か自動車かということを考えた際に、 最終的にはこの輸出で一番高いレート、これがあるものをできれば早い段階で見つけて、それがもし何か一つ大きいものを見つかったんであれば、もうそれを優先して育てていくのが良いと思います。例えば、今現在だと、まだそこまでないんだけれども、この車、カーがある自動車。で、今プラス5%ですが、これが例えば10%とか15%とか20%とか、結構な、このレートがね、 得になってる場合、その場合は、ここ今5%って書いてありますけど、5%分の上乗せがある。そうしたような感じになってますが、もしこれが10、まあ大体今10%よりかまあ15%、20%ぐらいの方がいいんだけれども、それぐらいまであるんだれば、もうこの輸出量、どれにするか選べるんですけれども、一番多くのものを選んで、 もうずっとその高いレートでどんどん輸出できるような体制を整える、まあ、そういうような形でこの輸出の状況と見比べて何を作るかを考えるというのも一つの手になりますで一つそうした基幹産業を作ってしまってそれからどんどんとまたお金が貯まったら別のに手を出すかもしくはそこをまたさらに集中するか他にもまた後々より良いパーセンテージのものが出てきたのであればそれを優先して作るとかそうした感じで作っていくのが良いと思います でお金に関しては、いじくとこれである程度お金稼ぐこともできますある程度、勢力との関係が悪くなりますが例えばノーフリーランチ食事の有料化また、チャーチフィー教会の有料化こうしたものを少しでもお金が手に入るものこうしたものを選んでいくまた、このワールドウォーの時代ではうーん例えばこのステイトローン あのお金借りられるというものがあるんだけれども、これをやっておけば、いざもうお金が厳しくなったときに、これを使って、一時しのぎできるというね、そういうものもありますので、こうしたものも使えるようにしておく、また、ウェルス、タクス、富裕税みたいな感じのね、金持ちからお金を取る、そうしたものもこの日々のお金を得られるという機会が出てきますので、このあたりはできればね、早めに使えるようにやっておきたい。 他は特段これといったものはないんだけれどもあとこのエクスペリメンタルグランドトリートメントこれに関してはスイスバンクの方に一定額どんどん入ってくるというものになりますのでこれもできればお金に余裕があるのであれば使っておきたいスイス銀行に入るお金に関してはまた後ほど説明しますこれぐらいかな有効なのはお金を稼ぐという、ね、点でのこの布告では当然これらを使うには このリサーチで覚えていかなければいけませんのでその辺りは忘れずにリサーチのポイントを貯めて覚えていきましょう今言ったあたりを優先して覚えるその後はまた後で考えるあとはレイドでどんどんと物を得ていく、まあ、大体このトレジャーハントを軒並み他のコマンドガリソンとかでもやっていってもいいんだけれども、まあ、できればこの海賊に関してはもう現物を ルートバナナとかココナッツとかコーヒーとかいろいろ書いてありますがこれで自分の方でいろいろと生産する必要なものを積極的に得ていくこのあたりは考えてやっていきましょうあとはブローカーなんですがブローカーに関してもできれば積極的に使っていきたいまずブローカーに関してはできればアンロックを早めにやっておく今はスイスバンクにお金がないので できませんがお金少しでもたまったならば早めにこれをやっていってブローカーから出される要求それを答えていくことによってお金に変えることができますでスイスバンクに入っているお金それをそのままドルに変えることもできるんですがまたは他にも知識とかレイドポイントとか襲撃ポイントとかまた移民かなあの大学出ている人の移民それをまあ12名とか5名とか こうしたものでプラスのメリットを得られるんですが他にも使い道があって今現在ちょうど出ているのがこの赤い吹き出しのマークこれはもう強制的にこれやりなさいって言われているそういうものを自動的にクリア扱いできるというものになりますのでこうしたものを覚えていくまた今出てませんけれどもこれで似たような吹き出しマークで白い丸の吹き出しマークがあるんですがそれはさまざまな要求をもう1個だけ自動的に 答えてくれる。勝手に達成してくれる。そうしたものもありますので、それを覚えておくと良いと思います。で、そこでもしその要求がかなり高い金額を得られるような、例えば1万とか1万5000とか、そうしたものであれば、こうした、特に白い吹き出しの方、それを使うことによって、だいたいそれが2万5000スイスドルで手に入るんだけれども、それで1万ぐらいの、1万、1万5000のレートで、 お金が入るので、あればここで普通に買えるレートと比べてかなりお得になりますのでだいたいここではほぼ1対1の割合で交換できることになりますが吹き出しマークでもし1万2500スイスドル使って1万ドル手に入るんあれば4対1でメリットを得られてますのでこのあたりも積極的に使っていきたいなのでできるだけスイスバンクにお金入るようにブローカーの要求に応えたり先ほど説明した ここの,このエクスペリメンタルグランドトリートメントこうしたものを使ったりまた他にも確かビルディングペイメントこれ物を作ると作る時の必要なドルは増えるけれども一定額がスイスバンクに入るこれ使ってもね悪くはないんだけれどもあまり普段のお金がカスカスになって 普段のプレイが厳しくなってマイナス5番になってゲームオーバーになってもなんですのでこのあたりの使い道は考えた方が良いと思いますもしお金がなくなってきたらこうしたバジェット予算を、ね、どんどん下げていくという手もありますでこれを下げることによって効率というものがエフィシエンシー下がるんですがこの効率による効果というのはもう場所によって異なります例えばドックに関してはこの貨物船がね来るスピードというか どれれぐらいいのの早くく来てててるかといううが変わってきてしまうんですよねでドックをもしこれを下げてしまうと本来であれば6ヶ月に1回来るような船が例えば7ヶ月とか8ヶ月とかそれぐらい遅く来ることになる逆に効率上げると早く来ることになるなのでもし物はたくさんドックにあるんだけれどもためることはできるんだけれどもなかなか船が来なくてゲームオーバーになりそうというようなことがあるんであれば できるだけ早くに来てもらうためにここのドックの予算を上げていくだけれどもすでに出港した後はここのねネクストアライバルタイム到着時間は変わらないのでやってくる直前あたりにこの予算をね上げておくとかねそういうような工夫をしておくと良いと思いますなので船が来そうだなと思った時にもうこれ予算を上げてできれば次来る船の期間をできれば早くするとかねそういう風な 工夫をするとお金がどんどんん回ってていいく続いて選挙の勝ち方なんですが、まあ、今現在これ100%になってますが、まあ、だんだん下がっていくでその時どうすればよいかなんですがこのハピネス、幸福度でこれはまあイメージとしては自分の島、まあ、および国およびその周辺のねカリビアンカリブ海の他の国 島々の幸せ度これ2つがあってこのよその周りのねところが幸せであると自らよりもうそれだけで選挙の方サポートが受けにくくなって負ける可能性が高まるのでまずはここのハピネスを上げていくでハピネスを上げていく際にはこれらをどんどんとさまざまなものを達成していくことも良いんですがなかなかそうそう簡単にこれらの数字を上げていくことは難しいので ならばどうするかというとこのレイドでコマンドガリソンこれで周囲の、ね、ところをちょっとね脅すというかなんかそんな感じのことをするそうするとカリビアンの下の方書いてあるようにカリビアンのハピネスが5%デクリース下がるとなっていますそうすると自らのところとよそのカリブ海の他の島々それとの幸福度の差が我々の方が当然高くなっていくのでこれを 頻繁にやることによってなんとかねこの島での選挙勝てる可能性が上がるさまざ、あ、まな要素を上げていくよりかは比較的楽に達成することが可能になりますなので選挙が近づいたらできればコマンドガリソンもし当然ねこのパーセンテージサポートが高ければいいんだけれどもそうでない場合はこれを使っておく続いて選挙絡みに関してはこのまた ススイスドル使ったもの、ここには書いて今ないんですけれども、それでイメージキャンペーンというのがね、あるんですよね、それは何かというと、大統領のイメージを上げて、選挙民の印象を良くするというもの、もうそれ使うだけでも、一気にパーセンテージ上がったりしますので、それを一回使っておくとか。 いいうのも一つのもつ手かと思いますだけれどもスイスバンクの値7500と結構高い額使いますのでその辺りもしかしたら貯まってなければ厳しいかもしれないだけどもそれで使えるんであれば1回使えばあっさりとね達成できますので使ってみるのも良いかと思いますでここにあるさまざまな要素は一定期間によって変わってしまって もし最初見たときあったんだけれども選挙直前になったらないというね可能性がありますのでまあそれどこら辺でタイミングが変わるかというとこの下の方に日付が書いてありますのでこれ日数進めると日付がどんどんと下がっていく日数ゼロになったらまた切り替わるでもしそれを止めたい場合はこのロックを使ってイメージキャンペーンがあるときにねロックやっておくとかねだがあまりスイスドルないとここら辺自由に使えませんので まあこの辺りは使える時に使うもしくはもうさまざまなこうした勢力とこの関係性を支持率を上げるというねものもブローカーの役割としてありますのでそれを使っていってだいたい50倍以上は言ってれば支持に回ってくれる可能性ありますのでそこら辺を狙ってやっていくでもう一つこのオーディエンスというものが布告の中にあるんですがこれを使うと3つの勢力から いろんな要求が来ることになりますでその要求答えればそこの支持率が上がりますのでそれを狙ってみるというのも一つの手ですで建築関連とかであればねやはり建築までに日数かかると選挙まで間に合わないという可能性ありますのでならばクイックビルドとか使って対応するとかそのあたりは要所要所でやっていく必要がありますこの値が上がっていくのは多少のタイムラグがありますので できれば早めに対応するこうした建築物作るとか支持率上げるとかはで最後の最後もし無理そうであればイメージキャンペーン使ってスイスドル使って一気にポイント上げるとかそんな感じでやれば選挙は大抵勝てると思いますあとは当然ね最後の方にペノルティーもが言ってくる不正をやるというのもね一つの手ですけどマイナス要素もありますので できれば使わない方向で頑張ってみると良いと思います。で、もしね、そのペナルティーモが言ってきた段階でセーブをすれば、そこからまたやり直しもできますので、不正するかしないかで迷った場合はそこの段階でセーブして、で、選ぶというのもね、一つの手かなと思いますんで、活用してみてください。続いて住民に関してですが、今現在細かくまだ 始めたばかりなのでないんですが、このね、スペシャルシティズンのところに様々な要素が出てきます。特に反体制派みたいな感じの、こちら側に悪影響を及ぼす人とかも、このスペシャルのところに書いてありますので、それを狙って対応する必要がある。で、その時なんですが、これ建設物の確か、このパブリックサービス、公共施設のこのアシュラムだったかな これを作ることによって、こんな感じで作り終わりましたと。で、これ、市民が例えばここにいるとして、この人をね、ここに送ることができるんですよね、この施設のところに。で、それを使うというのもね、一つの手かもしれません。今はこれちょっとできてませんけれども、ね、まあ、できるだけここで特殊な人を捕まえて、 効果とととかかされないいように工夫すると良いかと思います。また同じようにね犯罪者は刑務所を作るここのガバメントファイナンスのプリズンもしくはこのダンジョンこれを作るでこれ作っておけばここに犯罪者入れることできますので 当然犯罪者以外もね、入れようと思えば入れることができます。で、ポリスステーション作って巡回とかさせておけば、勝手に犯罪者は捕まえてくれます。ただ、誰が犯罪者かというのを見破るためには、当然、他の施設、例えばセキュリティチェックポイントとか、またウォッチタワーとかね、ガードタワーとかで犯罪者を見つける必要があります。 そして今みたいな施設を使うときには、この憲法で、このセパレーションオブパワーズ、これで、この、確か、この一番下の場合は何もできない。犯罪者を捕まえたりね、自ら逮捕したりとか、オフィシャルセパレーションの場合、これに関しては裁判所作れば使えるようになります。また、ノーセパレーションも同じように使えるようになります。このあたりしっかりとね、 セパレーションオブパワーズ設定をしておかないといけない。今は裁判所がないので、コートハウス、これ作りましょう。これを作ることによって、例えば人を、さっきまでできなかったアレスト、ましくはインスティチューショナライズ、これを選べるようになる。そしてこの注射器のマークの方は、このアシュラムの方に人を入れることになる。で、一方、 アレストの方は逮捕。この刑務所の方に入れることができる。これお金かかりますが、自らでもしこうしたスペシャルシチズンで何かしら犯罪者とかもしくは反体制派いたらこういうふうに入れてしまうのも良いと思いますで。裁判所に関してはここでアップグレードありますのでこれできればアップグレードをやっておきたい。そうすることによって家族が、ねまあ、悪影響を及ぼさなくなる。家族の反発がなくなる。逮捕した人のね。<タッ> でこういうのはね、特段何もなければ、その期間の制限とかなければね、全部受けておいてしまうと良いと思います。で例えば、さっき説明したすぷき出しのやつを使って、うんぬんというのは、例えば2500スイスドル必要になるので、例えばここで使ってしまうと、単に2000ドルもらえるか、スイスドルも2000しかもらえないとか、あまりメリットがないので。 ここで2500スイスドル使った吹き出しのアイコン、それを使ってしまっても、何のプラスのメリットもないので、ここでは使わずに、ここでは普通に達成条件を目指すか、もしくは放っておくか、そうすると良いと思います。で、逆にここで1万とか1万5000とかね、逆にスイスドルの方が5000とか、それであれば2500払って5000スイスドルもらえるんであれば、プラスになりますので、そうしたものを積極的に使っていく。なのでブローカーの方がね、 確かね、一回ぐらいこれ更新されますので、更新されたら一回見て、で、溜まってたんであればね、スイスパンクの金額溜まっていたんであれば、こういうのを得ておくというのも一つの手になります。で、溜めておくことできますので、たくさん溜めていざという時にね、ガンガン使っていくとかね。例えばこれも5000もらえますので、あとは、まあどっち選んでもいいけど、どっちの指示を得たいかをね、この事前にこの確認して、 なんとか50以上行ける方向をね、選んでおくとかね。より高くしたければより高くするとか。そういうので、どっちの要求を選ぶか考えると良いでしょう。ここのスペシャルシーズンのところは、クエスト、ミッションによっては、ここを見ないとよくわからないというね。どういう人を何すればいいかがわからないというパターンもありますので、ミッションによってはここを確認して、何か特別な人がいたら、あ,あ、それがミッションに絡む人なんだなと。 そういうような判断をすることができるようになります。逮捕するというね、ミッションもありましたし、スポーツ選手をうんぬんというね、ものもありますので、そうしたシナリオ、ミッションの場合はここを見ていく。なので、ここはできれば確認していきたい。で続いて、放火結構されることが多いと思います。その時どうすればいいか。まず一つは、消防署を作りましょう。で、できればね、その放火されることが多い場所のすぐそばに、 作ってしままうのが1つ手だと思いますでまたできればねこれは確か冷戦時代だったかな作れるのはヘリコプターこのヘリコプターを作っておけばもうこの場所からどんどんとヘリを飛ばすことができますのでもし火事が起こったというのがこの左上の方に表示されたらクリックしてそのあとその施設からヘリコプターを飛ばすというねコマンドが出てきますんで それをやるというのも一つの手だかと思います。なので消防署とヘリコプターはセットで作っておくと、お金があればというね、前提になりますけれども。だが、この場所、ヘリコプター作って、すごい遠くに火事が起こった。でヘリで飛ばすことはできるんだけれども、まだそばですぐ火事が起こってヘリを飛ばせないみたいなパターンも出てきますので、そうなったらまたいくつか消防署をね、その島々に作るとか、よく、 放火されやすいところにね、作るとか、やっておくと、良いかなと。まあ、当然そこら辺はお金との兼ね合いもありますんで、なかなかね、作れないパターンもあるかと思いますが。で、肝心の、実,は実際どうやって、その放火を起こさせないかというのは、もう幸せ度上げていくしか基本ないんですよね。なので、反体制派、これありますね、反乱レベル、反乱勢力、これの、 このハピネス見てこれなんでダメか仕事がないじゃあ仕事を作ってちゃんとハピネスあげてこの赤いものをね作らないようにやっていく必要があります他の人も多分仕事がないとかそんな感じでしょうまた自由がね足らないとかいう人も出てくることもありますので何でこの人こんなに怒ってるのかちょっとよく分かりませんけれどこんな幸せなんかたくさんあるんだけれどもね これは仕事がない。これも仕事がないというね。そんな感じで、できればこうした部分を、なんとか仕事をたくさん作って、達成していく。で、どういった仕事足らないか、今、これ教育機でない人と、高校まで出てる人というのがありますが、こういう数字を見て、じゃあ高校出てる人が、今46名仕事ないから、高校での、 職業を作りましょうとかね。そんな感じのことを考えながらやっていく。それはもうどこら辺で見るかというと、このエデュケーション、リクワイアード、教育の要求、それがここに、エデュケーション、教育受けてないとかね、ハイスクール出てるとか、大学出てるとか書かれますので、それ見て決める。もしくはこれ作る際に、これちょっとわかりにくいんですけれども、このここら辺見てもらいたいんですけれども、 星のマーク、頭のなんかね、海外の大学でなんか頭に帽子かぶってるようなマーク、そうしたものに、すぐ下に星のマークありますが、これによって教育の度合い、どれぐらい必要かというのが分かりますので、例えばこの一番左上は星1つ。で、4っていうのはそこで雇える人数。一方、この自動車工場は星2つ。製薬会社も星2つ。というような感じでね。 分かってきますので、大体いいここオフィスだと星3つ大学出てないとダメとかね。こういうのも見ながら、ちゃんと需要に合った職業を作っていくと良いと思います。まあ、大抵は教育されてない人はもう、ほぼほぼね、こっち側、フードとか、プランテーション、農場とか、ランチとか、工場とか作っていくんですが、だんだんと近代化とかしていく過程で、 高卒じゃないと厳しいとかも出てきますので、変にこれアップグレードをやってしまうというのも考え物。例えばプランテーションこれ作りましたと。そしてこれは教育受けてなくても大丈夫。だがこれをアップグレードすることによってモダンにするというもの。これをやるとハイスクールに変わりますので、そうすると、この今まで教育受けてない人、この人たちが 雇えたところが減ってしまいますのでこのあたり近代化するのは基本的には良いことなんだけれどもこの労働者との兼ね合いも見ながら近代化する必要がありますで、そうした感じでね、まあ、条件満たしていけば反体制派いなくなってきますんで,そこ,でそこら辺は色々と作っていってそしてこのグラフ見ながらどこを満たしていけばいいか特に赤いところを優先して 満たしていくもう、氾濫者のね、リーダーとかは、とっとと逮捕したりとか、処断したりとかね、してしまうと良いと思いますんで、<ら>これね、切るとかね、そうしたものをやるか、賄賂を送るという手もありますし、施設に収容するとかいう手もありますので、まあ、そのあたりも考えながら、やっていくと良いでしょう。 続いて遺産に関してですが、まあこれどれが良いかは、やはりプレイスタイルとかによって変わってしまうんですが、まあ個人的にはね、このコマンドガリソンのモアイとか、このあたりは好んで作ったりしてます。これは船の移動速度が上がるというもの。やはり物流は重要になりますので、そこら辺急ぐ。また、他はどうでしょうね。特段、何かしら、その、 ミッションによってこの要素が必要だとかね必要でないとかあると思うんだけれども例えば幸せ度が重要なミッションだとここコロッセウム作るとか先の方のシナリオになれば高卒が重要になってきますので高卒及び大卒がならばこれを作るとこれ何かというとこれは海賊のところのこの一番右側これ何かというともう必ず子供が 高校の教育を受けた状態になりますというものになりますので移民とかでなければねどんどんと高卒が増えていくそんなような遺産になります当然これ奪ってきた後はちゃんと遺産を立てる必要がありますなのでまあ急いでねやるんであればその辺りを最初に優先して覚えていくいく,いくつも同時並行でやっていくとなかなかつらい部分もありますのでまあ一つ一つ ゆっくりとこなしていくと良いと思います。その間は他のところでは、例えばトレジャーハンドとかやったりとかね、そんな感じで対応が可能です。ちなみにもしね、放火とかされやすいんだれば、このパトロールをね、コマンドガリソンのパトロールも結構有効に使えますので、この辺りも使っていく。なので選挙対策だとこの左側、もしゲリラ対策であるならばこのパトロール、この辺りを積極的に使っていく。 あとは、布告の中でね、お金稼ぎ以外であるならば、例えばこのボートサービス、これはボートの速度が上がるというものなので、これを使っていく5%速くなる。だが、こうしたいろんなツアリストポートとか、ドックとか港とか、そうしたところが、コストが増えてしまうんで、そのあたりは注意が必要。だけども、もうできればね、早めに物流、および人の移動、 それを早めるために、これは結構有効に使えるんじゃないかと思います。他、スピードウェイ、多分高速道路とかそんな感じのものだと思うんですけれども、これも結構有効で、これはもう陸上の移動速度が上がる。なので先ほどの船の移動速度、およびこの近代のスピードウェイ、この陸上での移動速度、この二つを、ね、備えることによって物流、かなり有利に運ぶんじゃないかなと。 なので私に関して言うならば、この二つをね、好んで使ってたりします。あとは毎月お金が入るという点では、このペナルコロニー、これは犯罪者を増やすみたいな感じになってしまうんだけれども、移民が増えて、だけれども犯罪者の犯罪率が増える。だが、それプラス、お金が毎月100もらえる。 支払われるっていうね。そうしたものがありますんで、これもね、もし序盤お金が足らないときは積極的に使っておくというのもね、一つの手だと思います。当然これらはここら辺のね、ちゃんとリサーチで覚える必要がありますので、最初に言ったいくつかの要素、このチャーチフィーとか、そうしたものもできるだけ選びつつ、こうした他の要素も覚えていくと良いと思います。 あとは憲法関連で覚えることもできますが、急いでここら辺をやらなくても大丈夫かなというような気はしますので、ここら辺は後回しでも大丈夫だと思います。もし何かシナリオに沿ったね、ものがあるんであればやっていくのも良いと思います。例えば移民関連であまりね、人を外に出したくなければね、そうした憲法を作るとかね、そうしたこともできますので、あと早めに建てておきたい施設としては、例えば、 このレイド関連でパイレーツ後部ここら辺とか他にはコマンドガリソンここら辺がないともうレイド関連使えませんのでここら辺は優先して作っておくここら辺は作っておくまたスパイとかもねだが順番としてはやはり海賊最優先 なぜならばお金手に入る手段が多いので、海賊最優先。で、その後、コマンドガリソン。で、スパイアカデミーとサイバーオペレーションセンターは、まあ、そこまで重要ではないんで、後々でも大丈夫だと思います。で、これ作ってしまえば、ここら辺のね、レイド関連が使えるようになりますので、これでレイド全部使える。まあ、レイドポイント必要になりますんで、即座に反映されませんが、 この辺り使ってお金を稼いでいく。もう何もね、考えないんであればもうトレジャーハント全部やってしまうというのも手なんで。だからトレジャーハントはこのブループリントというものが青字写真手に入るんですが、青字写真っていうのはこれ解放されてない施設のことなんですけれども、もしこの今選択しているのは500で青字写真を解放できますとなってます。で、こういう安いものをもし レイドで持ってこられてもなんか損した気がするので、早めにこの安いものは全部解放をね、やっておくというのもね、一つの手です。それで、レイドで青写真手に入れることができるんであれば、例えば、これであれば、8000、青写真解放するのにかかるんだけれども、レイドで手に入れてきてもらえるんであれば、8000ドル手に入ったと同じようなことになりますので、できるだけ、こうした高いものは残しておいて、 安いものを全部先に開放していく。大、ま、体いい2000以下はできれば解放しておきたい。こういうのを一個一個見ながら開放していって。で、トレジャーハント。で、スパイに関しては、このブループリントをね、取ってくるっていうものがありますので、これをやっておけば、このまだ解放されていないものを勝手に取ってきてくれる。そして、それが高いものであれば、 すごいお得ですよっていうねそういう話になります例えばこれであれば1万4000開放かかるけれども取ってきてくれるんであればブループリント解放してくれるんであれば1万4000をレイドで稼いだようなもんになりますんでまこのあたりも考えてやっていきましょう今火出ましたね火出たらこれクリックしてここですってわかりますんでじゃあセンドヘリコプターねこれでヘリが飛んでもうすぐにこれ消してくれる 当然、この普通に消防隊も行きますけれども、スピードに関してはヘリコプター飛ばした方が早いので、そしてヘリコプター飛ばし終わったならばまだ即座に出せますんで、すぐそばの場所でもヘリコプターどんどん飛ばしてって良いと思います。お金かからないはずですんで。そして他に早めに作っておいた方が良いものとしては、例えば、教育でハイスクール、そして大学、これはできれば早めに作りたい。 特に高卒が出始めたんであれば、大学もどんどん作っていく。また、ライブラリーに関しては、できれば積極的に作って、この、リサーチで必要になる知識のポイントを増やしていく。そういう施設ですんで、まあ、最低でも1個は作っておく。他はどうでしょうかね。いろいろあるんだけれども、リサーチラボも、ま、大体研究絡みなので、知識が増えるんで、ライブラリーの上位互換みたいな感じで、 早めに作っておくのも良いかもしれません。でも近代じゃないと作れないはずなので、またあと作るというのも良いと思います。で、パブリックサービスに関してはもう、ファイヤーステーションは、できれば早めに一つは作っておきたい。で、他に病院とかね、いろいろあるんですが、あまりここら辺は急いで作らんでもなんとかなるのかなと。いや、もう内部的にはなんともなってないかもしれないんだけれども、まあ、そこまで急いで何かする必要はない。このサポート見て、 幸せと見て、大体、信仰とかね、健康とかヘルスとかは低かったりするんだけれども、まあ、それによって即座に目に見えて何か悪化することはないんで、あまりにも低すぎて、この市民の感情が悪化してるとか、そういうんであれば、問題視する必要がありますけれども、そこまで急ぐ必要はない。で、一方、まあ、軍関連も即座に攻められるような状況はないと思います。 でセキュリティチェックポイントとかウォッチタワー作っても良いんですけれどもそこまで反乱とかね起こらないんであれば無理に作る必要もないで一方このガバメントファイナンスここら辺に関してはやはり警察及び刑務所もしくはダンジョンこの辺りは作っておきたいどれかプリズンとダンジョンはどちらか片方で結構ですで警察はできれば早めに とはいえば、そこまで急ぐ必要もないんで、先にファイヤーステーションとか、他のものを作る。また、このイミグラントオフィスは、移民増えるんで、できれば作っておきたい。また、カスタムオフィスも、これも、確か、貿易絡みだったっけかなうん、この輸出輸入絡みで、プラスのメリットがあるそうなので、これを、このボーナスがね、作っていうね。 輸出の価格になので、輸出どんどんやっていくんであれば早めに作って、プラスのねお金を得るために、このカスタムオフィスを作っておく。で、これ、後々になるとね、さまざまなものも選べますんで、スペシャルタスクとかね、また、インポートタスクとかね、なんかプラスのメリットはありますんで、インポートする際の価格が下がるとかね、輸入する際のね、 で、これら、こうしたものを使えるようになるには、ちゃんとリサーチも必要になりますので、自分で使いたいものがあれば、積極的に、この研究をやっていく、リサーチをやっていく。あとは、このミニストリーも、作っておきましょう。まあ、たいこのあたりは1個作れば、もうそれで終わるような施設ですんで、で、これ作り終わったならば、まあ、オーブンミニストリーメニュー、これ開いて、まあ、これ何か、ここの、 部署に何か人を置くっていうようなね、イメージになってます。で、部署を置くときに、この下の方に様々なメリットを得られますよっていうのが出てきますんで、それをこういうふうに見比べながら何がいいかを考える。これ単純に毎月お金手に入るとか、そうしたものもありますし、これ今、これは知識が毎月手に入りますよというものなので、こうしたものを選んで、はいや、雇うとね。 いいう感じでで一個一個選んでいくこれ一つ選んで次行ってしまうと前のものをね別に選んでいる状況になってないのでこれ一個選んだら下でちゃんと雇うの選択をするだいたいこれ毎月75ドル手に入るとかそういう,もう単純なプラスメリットしかないのでまた他にも建築の金額が下がるとかまあこういうのはもう全部見てどれか一つを選んでいく で、これ、結構ね、この人材がいなくなったりするので、ちょこちょこと、この、何か人が減ってないかどうかをね、確認する必要があります。こうしたものも積極的に活用して、で、早め早めに作っておけば、当然プラスのメリットが永遠とね、得られることになりますんで、このミニストリーも作っておきましょう。で、大使館は急いで必要ないかなとは思うんだけれども、大使館で、 経済的援助とかも得られることもありますので、例えば中国入れて、これで、ファイナンスエイド。これちょっとね、ポイント足らないんで今できませんけれども、こういうものでお金をもらうとかいうこともできます。これ一定期間お金もらえて、そして一定期間使えなくなるというね、とりあえず賞賛でもしておけばね、なんかポイントどんどん上がってきますんで、で、輸出、輸入で、 該当するところと、この交易を完了させれば、またポイントが上がってきます。あとはオフショは、これ、陸ではなく海で建てられるんだけれども、これに関しても、どこか一つのね勢力をこれ入れることができる。で、これ入れると関係性悪化するので、そこだけは間違えないように。そしてこれをやることによって、 エクスポートの輸出の価格が上がっていくので、例えばこれ中国入れたらプラスチックと、まあ、電子関連、でロシアを入れるとファニーチャー、家具だったっけかなあとはチーズ。USA だとアメリカだと武器とアパレル、衣服。で、中東だと宝石と、これなんだっけかな医療品でいいのかなちょっとわからないけれども。あとは EU だと車とチョコレート。 こうしたものを見比べて、例えば自分で電子部品をたくさん作ってるんであれば、中国をこれオフショアに入れてしまうとか、まあ、そんなことを考えながら、これリレーションがこれマイナス20になりますよとかいろいろと書いてありますんで、まあでもそうそうね、敵攻めてくることないし、また攻めてきても軍隊作って置いとけばなんだかんだで防げたりするんで、あまりね、よその国との関係をそこまで意識する必要はないと思います。 なので積極的にこういうものも活用してお金を稼いでいくオフショアもう一つ選択肢に入れておきましょうと以上になりますまだいたい自分がちょっとねプレイだいたい最後の方までプレイやった感想としてはこんなところを意識しながらやってって、まあ、ほぼほぼクリアできてますんで一つだけまだミプレイのシナリオというか達成できてないシナリオはありますけれどもこの辺りやっていけば大抵はクリアまでできると思いますあとはもうサンドボックスでね この好きなようにマップを作っていくとかミッション以外の楽しみもありますので興味があればそれも含めてやっていくと良いかと思います以上で説明を終えたいと思います何かしら参考になる部分があってね攻略の役に立ったんであれば幸いですちなみにカスタマイズでこういうものもねなんか作れますんでなんかホロスコープみたいな感じでねこんな感じのこういうものもあとそうですねこれ 確か、まあ、確かというかこの大統領のカスタマイズできるんですよねで大統領の方をカスタマイズするとこれで確かななんだっけかなタイプか何かでプラスのメリットを得られたと思うんだけれどもこれですねトレイツを選ぶとどんな感じの人物にするかこれ左側にいろんな効果書いてありますがこうしたものでプラスのメリット 出てきますのでもしそのプレイ状況に応じてこの辺りのメリットを得ながらやりたいのであればここカスタマイズでやっていくと良いと思います相手は、ね、この辺り気づかずにプレイしている人もいると思いますのでノーマルでも何の、ね、問題もありませんけれども何かしらに特化したい場合は選んでみるのも良いと思いますと以上のような感じでざっくりとした攻略のコツを上げていきましたもし、ね、日本語版であればまた さらにねがっつりとした攻略のコツを上げていきたいんですが今回は簡単にさらっとねなんか思いついたことを述べていきました何かしら本当にねここら辺でね困っているところをね解決できるね話ができたんであれば幸いです。ではではは